はい、よろしくお願いいたします。えっと、最初にまず動画をご覧いただきたいと思います。もし動画の音声出ないようでしたら、ちょっとお教えていただけますでしょうか。ししましたはいに肉 全国で400台以上の車が活躍している移動スーパーパ京都府北部の丹後半島を担当しているのは地元宮津市出身の水口美穂49歳。 大丈夫だね。<laughs> 大丈夫だね。二千九百五十円。バッチリ。販売員になってまだ五年目だが、売り上げは全国トップクラス。みんなが笑顔になって、自分も一番笑顔になって、こんないい仕事はないと思います。すごいわ。ね、感じがいい、会社がいい。どんどんお友達になってしまって、こうきなしに。 いや、でも、でも、いつも笑顔の接客で、多くのおばあちゃん、おじいちゃんたちのアイドル的存在だ。だはい、ちょっと、今ご覧いただいたのが、あの徳島あるとはどんなものかというのが非常によく分かりやすい。資料ですので、ちょっと最初にご覧いただきました。えー、すみません、ご挨拶もせずに、大変失礼いたしました。株式会社徳島あるの佐藤と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 と私たちなんですが、あまず最初にメッセージとして、現在私どもは特に過疎化が進んでいる自治体様との連携を強化しております。具体的には買い物難民課題だけではなく、高齢者の様々な課題に対する 本質的な見守りででの連携ですもしご興味をお持ちいただけた自治体のご関係者の方がいらっしゃいましたらお気軽に問い合わせていただけたらと思います。でなぜ、えー、高齢者の本質的な見守りが徳島にできるのかで、どの部分にデジタルを活用しているのかについてご説明をさせていただきます。えー、今ご覧いただいているのが徳島の概要になります。えー 現在で1100台ちょっと全国で稼働しており、月に10台から30台ほど全国で増えている状態です。1, 1台あたり3コース約150名のお客様のもとを日々週に2回ご訪問をさせていただいております。1台あたりの1日あたりの平均売上は、税抜きで10万円ちょっとと。 いう状況でお客様の95%はいわれる後期高齢者と言われている方々です。えなぜ我々徳島が移動スーパー業界で、えー、これだけ成長できたかと申し上げますともう課題をピンポイントに明確にし我々はそこに対して注力したからだと分析しております。移動スーパーと申し上げましてもお 皆様がイメージされている多分移動スーパーというのはこの高度成長期のお店がない課題を解決しに行っていた大型移動スーパー、ーどっか公民館や空き地に移動して半日程度いて帰ってくる、もしくは場所をもう一回移動してそこ行って帰ってくる。 これはお店がない課題を解決した時の移動スーパーですで我々は何の課題を解決しに行ったかというとお店に行けない課題を解決しに行きました対象者はお店に行けない高齢者ですでこれによって徳島あるというのはここまで成長をすることができましたが我々が今後取り組まなければいけないのは超高期高齢者社会に向けた 課題解決、これは対象となってくるのは、孤立する高齢者の方々が対象となってきます。我々の強みというのは、このアナログ的な見て選んで買いたいというお客様のニーズ、これは絶対になくならないものです。これがある限りは、徳島るというモデルというものは続くのでは続くのがあろう。 これを土台にして、他のどんなサービスが付加価値として提供できるかということを考えております。例えば、これは社内における DX の一例なんですが、今、皆様方がイメージされている移動スーパーというのは、この1の部分の事前注文と、あとはその場で 見て買えるというものですが次に我々がもうすでに取り組んでいるんですが地元のスーパーで取り扱っていない商品もしくはサービス例えばお庭の掃除ですとか ちょっとした電球の交換、お掃除関係この辺りのサービスというのは地元スーパーさんでは取り扱ってませんけれども特殊丸の販売パートナードライバーさんを通じることでご提供させていただくことができる最終的には C2C の領域に入っていこうと思っています。 どうやって自治体さんとの連携をなぜ強化しているかという部分なんですが、高齢者の課題、我々これは実際に買い物難民問題を解決しに行って、時に行って分かったことなんですが、高齢者の課題というのは、買い物問題以外にも多数ございます。 これらの課題の中心にあるのが孤立であるのではないかというふうに我々は考えております。いかに孤立させない環境を作るのか、あーこれがあー課題の中心にあるものであると考えております。でこの課題解決にこれまで自治体さん単独で取り組まれて、 いたケースが多くそこに民間のの力を入れましょううというのが今の状態かと思って考えておりますが、私が今、各自治体さんを回らさせて、首長さんとお話をさせていただいているのが、このような形です。もう民間でできるものは民間にやらせてくださいと。で、残った我々がカバーできないところを自治体さんで税金を使ってやるというのはいかがでしょうか。 ご提案をさせてていいただいておりますでこれをすることで、まあ、自治体さん、まあ、お金がの問題とそれともう一つやっぱ大きいのはリソースの問題なかなかそれをやる人がいないと、まあ、このあたりを我々民間事業者が実施することでリソースと税金を使わずに、えー、より少ないコストより少ないリソースで この解決を解きしに行きましょうということをさせていただいております。でこれら、我々がじゃあ何ができるのかというところなんですが、あー週2回のお客様へのご訪問によってこれらの課題解決をさせていただきます。で何で我々これできるかというと、我々が何がでせていただいたんですが、これこすね、見守らない見守りです。えー、皆さん 私も含めて高齢者になったことがないので、なかなか高齢者の気分というのを分かれと言っても分からないんですけれども、想像をすることはできます。誰も見守られたくないな私自身が高期高齢者になったときに、見守りしますよって自治体に言われたら、いいよ、俺のことなんかほっといてくれよって言いそうだなというのはイメージできます。なんで徳島が見守れるかというと、本質的には見守ってないという立て付け、つまり、 お客様の買い物という課題を解決しに行っているんですが、見守りが勝手にできてしまっている状態だから、より本質的な見守りができている。 ここに DX が何がデジタル化することによって強化することができるかと申しますと、例えばご高齢者の高齢者健康状態の把握、これに関してはデジタルカメラを掲載することでそれを AI が解析し、週に2回ご訪問してお客様の表情が読み取れるわけですから、お客様の表情、そこで健康的に痩せているのか、太っているのか、顔色はどうなのか。 あそういった状態を把握するることができる現在我々は仙台ちょっとで月に12件はご高齢者が実際に家の中でお亡くなりになられているもしくはあ病気で救急車を呼ぶという事例が発生しているこれはアナログではなくデジタルでより早期に発見できるような環境を作ろうと思っています。 それと、左下、孤立させない環境の構築。これはお客様にデバイスを、端末をお渡しをし、今はアナログでやっている部分をデジタルで C2C、お客様同士のコミュニティを作るということを取り組む実験というのを現在すでに実施をしております。こういった活動を通じて、自治体連携を我々どもは強化していきたいというふうに考えております。以上で終了させていただきます。ありがとうございました。 佐藤様ありがとうございました。